エスカムトゥルーではネタバレ防止のためプレイ動画生放送公開の自粛をお願いしております。より多くのお客様に本作を楽しんでいただくためご理解ご協力をよろしくお願いいたします。どこだ？ホテル。こんにちは。さっき考えた夕方の挨拶です。スタッフには舌打ちをされました。さあ、そういうわけで11月25日夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日なんで何も思い出せないんだ。落ち着け。きっと混乱してるだけだ。大丈夫。きっとすぐに思い出せる。複数に及ぶ殺人容疑で全国指名手配中の唐木誠容疑者は現在逃走を続けており、その足取りはまだ明らかになっておりません。警察は総力を挙げて、唐木誠容疑者の行方を追っており、連続殺人犯。嘘だ。何かの間違いだ。俺は人なんて殺してない。そんなわけない。どうする？この警察官を中に入れていいのか？
この警察官に事情を話して助けてもらおう。すいません、この部屋の中から激しい物音がするって通報があったんですけど、ちょっと中見させてもらってもいいですか？あの、ちょっと聞いてほしいことがあるんですけど、実は唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに逆走。動くな！お前、唐木誠だな。ちょっと待ってください。俺は何も覚えてなくて、気づいたらそこにいて。おとなしくしろ。お前を確保する。違う、何かの間違いだ。俺は人殺しなんて。話は後で聞く。いいか、抵抗しても無駄だからな。どうなってるんだ。まるで時間が巻き戻ったみたいに。本日午後2時頃から開催されたサッカー日本代表戦が強豪ドイツなんと5対1と開催しました。ねえちょっと起きてください。ねえちょっと、どうして縛られてるんだ。一緒の部屋にいるってことは俺のことを知ってるんだよな。俺がやったんじゃないよな。時間が巻き戻ってるのか。
頑張れよ。おい、何があったんだよ。このままあの女性を連れて行かれていいのか。頼むから起きてよ。カードキー他の部屋の。まずい、とりあえず移動しないと。どうなってるんだ。どうして何も思い出せないんだ。俺は本当に連続殺人犯なのか。それになんで時間が巻き戻ってるんだ。君は何か知らないのか。知ってるなら教えてくれよ。特殊捜査課。誰？何してるの？あ、いや。大丈夫？唐木誠。それ、俺の名前なんだよな。じゃあやっぱり、俺は本当に連続殺人犯の唐木誠なのか。は？実は、記憶喪失なんだ。私が？いや、俺が。これ、どういうつもり？あなたの犯行はいつも突発的で衝動的だったはず。それなのにどうして私をすぐに殺さなかったの？こんな風に捕まえるなんて過去の事件では一度もなかったわよね。わからない。私が警察の捜査官だから。わからないんだ。何がわからないの？それより、君はどうしてこのホテルに？決まってるでしょ。あなたを捕まえるためよ。指名手配中のあなたがこのホテルに潜伏してるって情報があって、私はそれを追ってきた。あなたに感づかれないように一般客を装って。それなのにあなたはまるで待ち伏せをしていたみたいに。待ち伏せ？なんで？こっちが聞きたいわ。どうして私の正体に気づいたの？わからない。わからないって？さっきから何なの？あなたのことじゃない？気づいたらこのホテルの部屋で寝てたんだ。指名手配されてるのもニュースで知った。だから俺が君に何をしたのかもわからない。本気で言ってるの？なあ、俺は本当に唐木誠なのか、連続殺人犯なのか、人を殺してるのか。あなたは指名手配中の連続殺人犯唐木誠で間違いないわ。本当に何も覚えてないの？分かった、信じる。
信じてくれるのか。だからとりあえず縄をほどいて、あなたの話を信じる。私が何とかするから、まず縄をほどいて。お願い。それはできない。だったらどうするつもり？やっぱり殺すの？違う。もう少し話を聞かせてくれ。縄をほどいてくれたら何だって話すわよ。あのさ、特殊捜査課ってどんな事件を扱ってんの？このホテルには君以外にもまだ捜査員はいるの？言ったでしょ、ほどいたら話すって。大丈夫ですか？なんかね、私の部屋すぐ隣なんだけど、ずっと変な音してて。あれだよあれ、ポルターなんとか。ポルターガイスト？違う。とにかくずっと変な音が鳴ってるの。霊だよ、お化け出るんだよ。言ってる様から怖くなってきた。なんで？あ、いや、あ、違うの。あ、違うんです。これはあの趣味なんです。趣味？っていうかあれ嘘、マジ？唐木誠？しまった、まずい。でしょ、本物の唐木誠？唐木誠様？様？唐木様の大ファンなんです。ファン？俺って殺人犯なんだよね？ただの殺人犯じゃないでしょ。レジェンドじゃないですか。警察の目をくぐり抜けて次から次に殺しまくる連続級のレジェンド。握手っていいですか？大丈夫か？いや、大丈夫じゃないよな。あの、もしかして。え？だからごめん、何かな。今からあの女殺すんですよね？殺さないよ。あと俺、唐木誠じゃないし。また今更何言ってる。はーい。いいんだけどさ、もう帰ってもらっていいかな？お願いします。絶対誰にも言わないんで。何？見ててもいいですか？殺す、どこ？だから殺さないって。お願いします、静かにしてるんで。ほんと大ファンなんで。もう帰って。お願いします、マジリスペクトなんだって。帰れ。待って待って、あなた何してるの？どうやったら殺すとこ見せてくれるんですか？信用されてないんでしょうね。私初対面ですもんね。
しましょう。共犯しましょうよ。私があの女殺すんで、そしたら私のこと殺してください。ああ何するつもり。しましたよ。次はあなたが私を殺す番です。早く本気になってよ。ねえ、何したら本気になる？私、何でもするよ。殺されそうになったら本気になる？そしたら殺してくれる？ねえ、早く殺してよ。私、唐木様に殺されたいよ。